一聞き特昭和19年12月17日は、日本の内務官僚、法学者、政治家。異下、君党は、11位第9位。尺位は男尺。旧氏名は、岡田久平。合派領船。帝国大学法科大学教授、貴族院議員、法制局長官、文部大臣、内務大臣、帝国学士院会員、区内大臣、数密院議長などを歴任した。 広報学を専門とする法学者であり、帝国大学の法科大学にて教鞭を取り、帝国学士員会員にも選任された。天皇機関説を提唱したことで知られており、三野部達吉ら後進の育成に努めた。後に天皇機関説事件において、三野部らと共に激しい批判にさらされた。また、貴族院議員に直選され、政界に転じてからは、第一次。 桂内閣の法制局長官を、はじめ、第二次、大熊内閣の文部大臣や内務大臣など、要職を歴任した。宮中においては、宮内大臣や、数密院議長を務めた。また、父である、岡田良一郎と同様に、法徳思想の啓蒙に尽力し、大日本法徳社の社長を務めた。とうとうみ国佐の軍曹まむらにて、岡田良一郎の次男として生まれた。 署名は、岡田久平であった。1873年に、一木家の養子となる。紀北学者に学び、兄の良平が、東京府第一中学を経て、大学予備門に在学しているのに触発され上京、成立学者に入学した。同期に、町田忠春らが、教師には、当時大学生であった、有賀長親山田紀之介らがいた。大学予備門には、 両兵のアドバイスに従い最低級の3年級では、なく1級上の2年級から入った。同期に林ゴンスケラ。その後、帝国大学文科大学にあった、政治家に入学。1887年に、帝国大学法科大学卒業。1899年当時の一期1887年、内務省に入省。1890年、慈費で、 ドイツに留学して行政法を学ぶ。1894年帰国して帝国大学法科大学教授となり、明治39年に帝国学士委員会員となる。法学者として天皇機関説を唱えるとともに、三野部達吉らを育てた。法科大学教授とともに、1900年10月まで内務省に勤め、大臣官房文書課加、県知局員。 三時官、三余官を歴任する。1900年9月26日、直選議員として、貴族院議員に就任した。1902年には、法政局長官に就任した。また、第二次、大熊内閣においては、大正3年より、文部大臣を務め、大正4年からは、内務大臣を務めた。1917年8月14日、 数密顧問官に就任した。それに伴い、同年8月30日、貴族院議員を辞職した。大正14年には、区内大臣に就任した。1933年4月25日、他年の校により、男爵に除された。1934年には、数密院議長に就任した。数密院議長在任中、天皇帰還説の提唱者として、 弟子である、三部達吉と共に非難される。一期との政治構想にあった、平沼喜一郎の政略であったとも言われている。昭和11年の2.26事件で内大臣、斉藤実が殺害されると、公認が決定するまでの1日間のみ、内大臣臨時代理を務めている。なお事件中は宮中において、昭和天皇の相談相手を務め、 事件収束に尽力した。また、旧正武蔵高等学校の初代校長や、社団法人大日本法徳社社長も務めた。一木先生回顧録に掲載された、一木の肖像写真、一木の実家の岡田家は、政治家や学者を輩出する一族として知られる。一木の父は、法徳思想の啓蒙に勤めた、衆議院議員、岡田良一郎であり、兄は、 京都帝国大学総長や文部大臣を歴任した岡田良平である。一期の実施には、賢治の一期、太郎、行政法学者の杉村明三郎がいる。また、太郎の長男三は、松下電機のシステム推進部長であったが、日本航空123便墜落事故の犠牲者となった。一期の実定で、母の実家、竹山家の養子となった。 純平の息子には、東京大学教養学部で教授を務めた、小説家の竹山道夫、元建設省官僚、東京都立大学、日本女子大学教授で、建築構造学の重鎮であった、竹山健三郎がいる。山梨大学教育学部教授の竹山森を東京大学名誉教授の平川助弘は、一期のまた名にあたる。飯野三郎監修。 第10版大衆人辞録、162ページによれば、ありがとうございます。